確認は済んだようじゃな。弟を連れてけよい。全部そいつの命は俺たちが守る。わかった。ルフィ君、気をしっかり持て。おい、あそこにいるの誰だ。ズハハハハ、久しいな。死に目に会えそうでよかったぜ親父。海賊だ。てめえだけは息子とは呼べねえな、ティーチ。俺の船のたった一つの鉄のルールを破り、お前は仲間を殺した。このバカの命を取っては俺がけじめをつける。望むところだ。やってみやがれ。ウィー次から次へと。じゃがルフィ君を巻き込むわけにはいかん。麦わら屋をこっちへ預けろ。お前さん、何者じゃ。麦わら屋とは、いずれは敵だが悪縁も縁。こんなところで死なれてもつまらねえ。そいつをここから逃がす。一旦俺に預けろ。俺は医者だ。まだルフィ君の意識が戻らん。担いでそっちへ連れて行く。すぐに手当てが必要じゃ。それでいい、任せておけ。こっちだ。早く麦わらを運んでこい。さあ、なんで俺が麦わらを運ぶためになるんだ。あの敵をどうにかして進むんじゃ。
一つの道はかなり遠回り。どちらから進むべきか。休むといいよ。これで逃げられたらしょうがないね。追っ手が来る前に進むぞ。どうにも敵が多すぎる。これに気づかせてみよう。
そこ、抜いてくれるか。麦わらは逃がせねえんでね。受けてみよう。悪くはない。行くぞ。ナイスブレー。心を揺さぶりし憧れる。おい、処刑されゆく部下一人救えねえほどに。お前の弱点。頑張るね、白ひげ海賊団。こいつの命はやるね。まずいんじゃねえのかい。助かった。あとは俺に任せて逃げるんだよい。参った。やってくれるじゃないの。やつこそ行け。エースの意志だ。エースに代わって俺が必ず守り抜く。ダッシュ、ここで敵を押さえしてる。麦わらボーイのことは頼んだわよ。逃がさんよ。もう行け。
かいバカタレが。来い。あいらい。バカいな。いや、どうしたよ。あと少しだけ。生きてんのかよ。ロジャーの意志を継ぐ者たちがいるように、いずれエースの意志を継ぐ者も現れる。決意を立てとあいつらの炎が消えることはねえ。そしていつの日か全てを背負って世界に挑む者が現れる。興味はねえが、あの宝を見つけたとき世界はひっくり返るのさ。誰かが見つけ出す、その日は必ず来る。くっ、ぐぅ、ワンピースは実在する。さらばだ、息子たち。死んでやがる、立ったまんま。白ひげ海賊団船長、大海賊エドワード・ニューゲート、通称白ひげ、マリンフォード頂上決戦にて死亡。さあ始めるぞ。見せてやるよ、最高のショー。黒ひげが出てきたぞ。おめえらに俺の力ってもんを見せておこう。闇の身の力、そしてあの構え。おやじの能力。全てを無に返す闇の引力、全てを破壊する地震の力、俺こそが最強だ。この世界の未来は決まった。そう、ここから先は俺の時代だ。痛快な能力だ。力が体の中から湧き上がってきてやる。最強の力を取り入れよ。俺を受けてみやがれ。受けてみよう。
何した？正しくもない海兵は海軍にはいらん。痛いことを言わない。よくやった、若い海兵。お前が命を懸けて生み出した勇気ある数秒は、良くか悪くか、この世界の運命を大きく変えた。なんで四皇が赤髪のシャンクスだ。この戦争を終わらせに来た。バギー、そいつをルフィに。麦わら、お前にあげたい宝の地図があるんだ。本当か？おい待ってろ、届ける。まだ暴れ足りねえ奴がいるのなら来い、俺たち相手してやる。どうだティーチ。いや、黒ひげ。ぜえ、やめとこう、まだ時期が早い。全員この場は俺の顔を立ててもらおう。戦争は終わりだ。なんと、後にマリンフォード頂上戦争と呼ばれる史上空前の戦いは、シャンクス率いる赤髪海賊団の仲裁によってその幕を閉じた。瀕死の重傷を負ったルフィはハンコックにかくまわれ一命を取り留め、だがエースを救えなかったことで自責の念に苛まれ自暴自棄に陥っていた。
海賊王だ。俺は弱い。何一つ守れねえ。見かねたジンベエは力ずくでルフィを諭す。ルフィ、失ったものばかり数えるな。ないものはない。確認せえ。お前にまだ残っているものは何じゃ。仲間がいるよ。大切な仲間の存在を再確認したルフィは集合場所であるシャボンディ諸島に向かおうとする。そこへ尿ヶ島に訪れたレイリーと遭遇。彼の言葉を受けルフィは自分たちの身に起きたことを改めて振り返る。私から提案がある。乗るかそるかはもちろん君が決めろ。しばし後、レイリーの提案を承諾したルフィはシャボンディ諸島へ向かわず、ジンベエと共にとある行動を決行する。麦わらのルフィが生きていた。また海軍本部に乗り込んだんだって。一体何が目的でこんなことを。ああ、そうか、分かったぞ。了解。そうか、ルフィ。分かった、分かったぞルフィ。人の気も知らないで勝手なんだから。なるほど。ああ、そういう感じに。集合は3日後じゃなく2年後。立ち止まって力をつけるんだ。そしてまた必ず集結する。世界各地に飛ばされていた仲間たちはルフィのメッセージを受け取り、各々力をつけた後再集結することを心に誓った。2年後にシャボンディ諸島。